はいはい、マジっすか、マジっすか。回復力えぐない？いや、ヘルナンデスの復帰というか、怪我の経過なんやけど、回復力えぐない？日本シリーズマジで出られるんちゃう？ってな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後に見ててください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、ちょっとヘルナンデスの怪我の経過があまりにもえぐいと、回復力がえぐいという話をしていきたいなというふうに思ってます。はい、本題入る前にですね、ちょっとね、告知させてください。すいません。僕のね、このチャンネルね、今年中にね、チャンネル登録数5万人。500人違うよ。5万人をね、今目指してまして、ちょっとね、本当にね、ちょっと厳しいかなって感じはしてるんですけど、マジでまだの方いらっしゃいましたら、チャンネル登録ポチ、よろしくお願いします。はい、ですね、今日ちょっとね、話していきたいと思うんですけど、ヘルナンデスね、まあ、神助っ人、本当に今年のね、優勝は、ヘルナンデスおらなかったら間違いなく無理やなっていうところありました。はい、ただ、その神助っ人のヘルナンデスね、8月の11日ですね、中日戦、バンテリドームでしたね。あれはね、今でも忘れません。あの打球を処理した際ですね、手首をガッとやりまして、手首が逆向いてしまうというね、事故というかね、怪我をしてしまったんですよ。で、その怪我はですね、すごく重傷というか、手首っていうところなんで、野球で言ったらね、打つのも投げるのも、取るのもですよね。やっぱ手首ってめっちゃ重要な箇所なんですね、野球においてね。で、そこで、松井秀喜さんなんかもね、ニューヨークヤンキースに行かれた時に、同じような怪我をされましたけども、やっぱりね、復帰に今3ヶ月はかかるんですね、っていうふうに言われてたんですよ。で、これが8月11日でしょ。ってことは単純に計算して9、10、11月のぐらい、11月の中旬ぐらいに治るだろうっていう見込みなんですね。で、僕言いました。この怪我はめちゃくちゃでかいよと。これはちょっと復帰はね、早くしてほしいけど、ヘルナンデスのね、来年以降のことを考えたら、そんなに焦らなくてもいいんちゃうかみたいな、もう来年に、標準を合わせてやってくれてもいいんじゃないかっていう風なね、お話ししたと思いますと。ただみんなにちょっと聞いて。昨日ね、僕、見てたんですよ。いろいろ情報をね、ジャイアンツの情報を仕入れようと思って見てたら、X ね、ジャイアンツの X なんか見てると、そのヘルナンデス選手が、昨日ですよね、4日。10月4日にですね、故障後初めて両手を使って打撃練習をしてるっていうところがね、映像出てきたんですよ。今日打撃練習開始しましたみたいな感じでね。で、僕その時のスイング見たんですよ。めちゃくちゃ結構振ってるやんと思って、6、7割ぐらいで振ってるやんと思って、結構振ってないと思って、で、柔らかいボールでね、高級じゃなくて、試合球じゃなくて、ちょっと柔らかいボール、ちょっとテニスボールじゃないけど、テニスボールよりちょっと硬いかなぐらいのボールで、ティーバッティングをしてたんですけど、多分バットとかもね、ちょっと軽めのバットを振ってたと思うんですよ。ただ、あんだけスイングできてるってすごいなと思って、回復すげえなと思って、で、ちゃんとブラストもつけてましたしね、ブラストっていうのは、バットのグリップにつけると、自分のスイング軌道とか、どういう弧を描いてバット振ってるかっていうのをデータ全部出してくれるやつあるんですよ。多分あれをつけて打ってるってことは、故障前と故障してからの多分そのスイングの差分というか、どういう風に変わってるかっていうところを多分見たかったと思うんで、ブラストつけてるんですね。で、そういうところもしっかりね、復帰に目指してやってるっていうのがね、見て取れたんですね。で、キャッチボールであったりとか、他の守備練習であったりとかっていうところも、順々に行ってるっていうところがあるんで、取るところに関しては、キャッチする方に関しては、多分あんまり問題ないんちゃうかなと思うんですよね。で、やっぱどっちかっていうと、やっぱり打撃のところがね、復帰するにあたって一番ね、ネックになってくるんちゃうかなと思ってるんですけど、今このね、10月、今、5日ですか？この動画を出すのは5日。今撮ってるのは4日なんですけど、これ出すのは5日なんですが、この5日4日の時点で、ここまでやれてるってことは、
さすがに CS は無理だと思います。 CS2 週間、弱ぐらいかで始まるんでちょっと無理とは思うんですけど、その日本シリーズね、日本シリーズ10月26から始まるんですよ。だからあと20日間ぐらいあるんですね。20日間ぐらいあるんですよ。ってなってくると、ワンチャンこれほんまに日本シリーズ出たとしたら、ジャイアンツが出たとしたら復帰できんちゃうっていうふうに思って、ちょっと今日ね、あのオーダーとかもちょっと考えてきたんですよ。うん、ヘルナンデスが帰ってきた時のオーダーとかも考えてきたんで、ちょっとみんなにね共有したいなと思ってるんですね。はい。で、わかんないですよ。まあ、希望的観測というか、すごく、ポジティブなね、考えであるんだけど、もし帰ってきたとしたら、どういう打順になるかっていうところで、まあ、僕はやっぱりセンターっていうところにね、ヘルナンデス入れたいなっていうふうに思ってて、もし帰ってきて、ほんまに万全というか、まあ、万全じゃなくても、まあ、ある程度できるっていうふうな形になるんだったら、やっぱ出てほしいなと思うんで、僕はやっぱセンターで使いたいなと思うんですね。で、その中で、まあ、ライト丸さんにして、1番ライト丸、2番セカンド吉川、3番センターヘルナンデス、4番、ファースト岡本、で5番、キャッチャー大城。で、モンテスの調子も上がってきたとしたら、6番レフトモンテス、で7番、サード坂本、8番ショート門脇、9番がピッチャーという風なね、形にしたいなと思うんですね。ちょっとまあその場合にモンテスも調子上がってきてヘルナンデスも帰ってきたってなってきたら、さすがに僕ちょっと浅野選手は使えないなって思ってるんですよ。使えないなっていうか、その場合ね、その場合のみちょっと浅野選手の出番がちょっと少なくなるかなっていうふうに思ってるんですね。まあ経験させてあげたいとか、まあいろんなね、安倍監督の意図はあるんだけども、もしモンテスがめちゃくちゃ状態上がってますと、でヘルナンデスも復帰しましたっていうふうな形になれば、ちょっとさすがに丸さんと浅野選手を比べたら、まあ、丸さんなんでっていうところで、浅野選手が出ないようなねオーダーになるんじゃないかなと思うんですね。ただ最悪の事態も考えないといけないっていうところがあるんで、ヘルナンデス帰ってこない、モンテスも調子が上がらないっていう場合もあるかなと思って、ちょっとねその場合もね考えてみたんですね。でその場合だと、レフトに1番レフト丸、2番センターオコエ、うん、で3番、セカンド吉川で、4番ファースト岡本で、5番、キャッチャー大城で、6番、サード坂本で、7番ライト浅野、8番ショート門脇、9番ピッチャーっていう形が僕は今現状ベストなんじゃないかなと思うんですね。まあどっちになるか分かんないです、うん、結局ヘルナンデスが復帰するのかで、モンテスが調子上がってくるのか、それはもう分からないですけど、もし、最悪どっちもダメだった時はこのオーダーが僕いいんちゃうかなって思うんですね。まあまだちょっと修正はいるかもしれないですけど、僕の中では今これがベストだと思ってるんですね。でまあ佐々木選手だったりとか、まあアピールありましたけども、やっぱりシーズンで、ね、ある程度やっぱりこうやってくれたっていうところの信頼感もそうだし、僕はオコエ選手ね、僕オコエ選手勝ってるんですね、正直言うと。守備の指標なんか見てもね、非常に高いものを持ってますから、センターでプラスくれるのは多分、オコエ選手ぐらいなんで、うん。で、打撃もね、しっかり右打ちやってくれたりとか、まあ、当たりもホームランっていうところもあるんで、そういった選手が、まあ、2番にいるっていうのは非常に相手にとっても嫌なんじゃないかなっていうところで、まあ、なんか、安倍監督がですね、途中から出てった時の方がいいよみたいなことを言って、ちょっと冗談、的な感じでね、言ってましたけども、でも、オコエ選手が先発で出場してっていうところも、非常にね、魅力的かなというふうに思うので、僕は、今言ったね、ヘルナンデス帰ってこない、モンテスも調子上がらないんだったら、オコエ選手を2番センターに置くっていうのが、まあ今、現状考えられるとベストなんじゃないかなって僕思うんですね。はい、そんな感じで、今日は、まあ、非常にポジティブな話題というか、ヘルナンデスがもし帰ってきたとき、帰ってきたらどうなるのかみたいなところを見ていきました。まあ非常に、まあ振り幅というかね、あると思うんですけど、この幅がね、帰ってくる、帰ってこないとか、モンテスが調子上がる、上がらないとか、いろいろ幅があると思うんですけど、でもまあね、基本的に、よく僕がコーチに言われたのは、僕キャッチャーだったんで、最高のことと最低のこと、どっちも考えなさいっていうね、うん。
いうふうにね、よくね、バッテリーコーチなんかにもね、教わったことがあったんで、その考えをもとにですね、今日は、最高のオーダーと、もし、うまくいかなかった時のオーダーというところを、2つね、考えてみました。皆さんもね、いろいろ意見あると思うんで、ぜひね、コメント欄で教えていただけると嬉しいですし、まあ、企画の内容とかね、こんな企画やってほしいですよ、みたいなね、コメントも僕全部見てますから、ぜひね、いろいろ、何でもいいでね、コメントよろしくお願いします。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わっとこうと思ったんですけども、チャンネル登録者ね、5万人目指してるんで、真ん中でいらっしゃいましたら、ぜひね、ポチッと、サブスクライブよろしくお願いします。はい、そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。